ちは、夏子です。梅雨明けから一気に連日猛暑ですね。こう暑いと日常的にエアコンを浴びる機会が増えるわけですが、お家の中でキッチンやトイレ、洗面室などエアコンが届かないスポットはありますよね。そのような狭いスペースでも手軽に進める小型扇風機を見つけましたので開封レビューいたします。Amazon で購入した首振り付き小型扇風機が本日届きましたので開封していきたいと思います。箱の質感がいいことと、とても軽いというのに驚きました。こんなちゃんとシールも貼ってあったり、箱もしっかりした箱に入ってます。いたのは USB Type-C 充電ケーブル1つとアロマシート2枚、こちらの商品です。思った以上に質感がいいです。なんか昨日ちょうどロフトに行っていろんなものを見てきたんですけど、その時に見たものの中でもこの値段のランクでこの質感はしっかりしてるんじゃないかなと思います。ちょっと買う前まではこのグレーのポチがちょっとどうなのよって感じだったんですけど、それを上回るこの白い部分の高級感がしっかりしていて、ありなんじゃないって感じですね。動かしてみます。この下のボタンを2秒長押しすると扇風機がオンになります。同様に2秒長押しするとオフになります。またはこのポッチをダイヤルのように右にずらすとオンになります。反時計回りに回すとオフになりますっていう2種類が電源のオンオフのやり方になります。風量調節は10段階まで調節できるそうです。その際は時計回りにこんな感じで右に回していくと結構な風量があっていいですね。反対に回すと弱くなります。一応ここに小さな針穴のような穴があって、電源を入れると緑のランプがつくのでオンかオフかがこれでわかるのもいいと思いますし、下手な表示部がなんかいろいろ書かれているの私は好きじゃないんですけど、それがないのも私的には良かったです。もうちょっとこのグレーが薄かったらさらに良かったんですが、首振り機能は電源オンになる状態、さらにこのボタンを上からポンと押すと自動首振り機能、左右120度の角度で運転するそうです。もう一回ボタンを押すと首振り機能がオフになります。気になる突起物を外せるようになっていて、この中にアロマを垂らすシートが入っていて、爪楊枝や針などで蓋から外すというふうに書かれています。扇風機を選ぶときに私が一番気にするのが扇風機のお手入れなんですが、左側に回すと開くそうなの。あ、開きましたね。こっちが表のがかっこいいですよね。これは外せないのかな。なんかプロペラは外れませんね。こちらの蓋は水洗い可能となっていますが、羽の裏側などは水洗い不可となっているので、拭いたりして掃除しなさいっていうことなんだと思います。我が家は長毛種の猫がいるので毛がついたり、そこにまたホコリがついたりっていうことが頻繁に起きますので、お手入れができるのも嬉しいなと思います。このプラスチックの質感がマットな感じでいいなと思います。外すときは左にひねり、つけるときは右にちょっと入れるだけで簡単につけられました。ここは引っ掛ける感じになっているので、このでこうひねる、左にひねるって感じですね。で、充電なんですけど USB Type-C ケーブル
まあ、家にある USB ジャックに挿して充電する形になります。充電中も使えるっていうのが私的には嬉しいです。後ろのところにこれを挿して、でこちらをジャックに挿すって感じですね。こんな感じで設置しました。我が家はトイレットペーパーホルダーの上に1枚100均の板を置いて、その上にカッティングシートを貼ってスマホを置いたりしてます。この台にちょうど乗るぐらいでした。これはちょうど15センチ幅の板なので、それぐらいの台があれば全然置けると思います。こんな感じです。結構風量もしっかりしているので、デスク周りでももちろんいいでしょうし、キッチン周りでも使ってらっしゃる方が多いみたいで、いいものじゃないかなと思います。充電中は赤いランプになります。こちら Amazon で2980円が600円オフのクーポンがついていました。2台買うとさらに 5% オフのクーポンと書かれていたと思います。ここだけね、飲み込めればグッドな商品だと思います。無償保証延長サービス、もともと12ヶ月製品保証があるところに加えて、プラス6ヶ月の延長保証が受けられるというふうに書かれています。アフターサービスもしっかりしているみたいです。使用感想公開で無料でもらえると書かれているのが発火油ですね。アロマシートに含ませて使えるっていう感じなんでしょうね。実際私はこの発火油を持っていて、マスクにちょっと垂らしたりして使っています。今の時期マスクにちょっと垂らして使うのにいいかもしれないです。あとはどれぐらい使えるか、耐久年数にもよるとは思いますが、ロフトとかで展示されている卓上用の小型扇風機をいくつか見てきましたが、マシかなという製品でだいたい3キュッパって感じで、2000円台の商品はちょっと安っぽいなっていうのが印象でした。なのでそういった商品なんかと比べると悪くない商品だと私は感じました。こちらの商品のおすすめポイントをまとめてみます。クーポン利用で2500円以下、 DC モーター搭載、首振り機能付き、 USB 充電式でコードレス、10段階の風量調節、静音、中のお手入れができる、12ヶ月保証付き、 LINE で安心サポート、ご参考になれば幸いです。それではご視聴いただきましてどうもありがとうございました。少しでもためになったなぁと思っていただけましたら、チャンネル登録とグッドボタンをいただけますと励みになります。ありがとうございました。またね、バイバーイ。